マルサンホビー動画チャンネルです。バンダイ SH フィギュアーツシリーズ、特撮映画シン・ウルトラマンに登場しましたゾーフィのご紹介になります。こちらのモデルは、メーカーの完成品の、フィギュアになっておりまして、これでいろんなアクションポーズをとって遊ぶことができます。でこちらが、本体になります。本体の方は、身長が約15センチになります。で本体のカラーは、こういうゴールドに、黒いこういう模様の、ウルトラマンになっています。で全体を、ちょっと見していきますと、こちらが、正面になりまして、でこちらが、左側になります。でこちらが後ろになります。でこちらが、右側になります。そして今度は起動、あの基本の、稼働を、ちょっと見ていきます。まず首が、こう普通に左右にこう向きまして、あとこう左右に倒れる、あとこう前後にこういうふうに、動きができます。そして肩がですね、ここがこうスイングする機能がついてますので、こう手がぐいっとここまでせり出すような形ができるようになっています。そして肩を上げていきますと、ちょっとずつこう関節をずらしていきますと、このほぼ水平まで腕が上がります。で、肘の関節は二重関節になってますので、ここまでぐっと思い切り曲がります。で手首は、くるってこう回る動きと、あとこう前後に動く関節が入っています。そして、胴体の方はこことここに、節がありますので、ここでこうひねることができます。あとこう前後ろに、こう体を反らすことができます。結構大きく反れます。そして、足の、股関節のところはこう曲げていきますと、結構これもぐっと大きくこう関節をずらしながらいくと、このぐらいまで足が上がります。そして前側は、まあ、ほぼ水平、後ろ側は、大体このぐらいまでの動きになります。そしてもものこの下の付け根のところで、足自体がこう回転します。そしてあとこう膝の関節も二重関節になってまして、ここまでぐっと曲がります。で足首は、くるっとこう回る動きと、あと横にこう倒れる動きと、あと前後に倒れる動きがあります。そしてつま先がくっと曲がりますので、こう膝を立てたような時のポーズする時に、ちょうどいいです。であと付属品の、方がですね、この手首のパーツが、4つついてます。でこちらのパーツが、まずこう普通のこう指先を揃えた平手になります。今ついてるのがこういう手ですね。でこれをちょっと外していきます。でよいしょ。でつけるとこんな感じです。そして次にちょっとこう指を曲げた、軽く曲げた平手ですね。でこれを同じようにちょっとつけてみます。そうするとこんな感じになります。で次にこちらが大きく開いた、指の
手首パーツです。でこれもちょっと取り付けていきます。そうするとこれだとこんな感じになって、かなりこうダイナミックな感じのイメージになります。そしてもう一つ、こちらが普通の、握り拳になります。で握り拳の方を、まあ、こうつけますとこういう風で、まあ、こうパンチとかする時の、ポーズの時に最適です。で、まあ、元の手首に戻していきまして、一応この、まあ、パッケージの絵柄にあるようなこんな感じで、で、あ、ここ、こっち手か。で、こんな、よいしょ、よいしょ。こんな感じのポーズを撮らせたりとか、あとはこの横写真にあるような、ちょっと、こう、挨拶してるような、こんなようなポーズとか、いろいろ、動かせて遊べますので、ぜひあのお客様のコレクションの一つとして、加えてみてください。これで以上です。これから発売になりますバンダイ SH フィギュアーツの新作も、どんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。